ジか。自力で上がった。オッケー。なんとかなんとか。うわ、ランタの生命力に驚かされたな。はい、選択肢がない。逃げるしかないけど。折れてる。やべえじゃん。アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはファイト幻想のグリムガル第12話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたグリムガルですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第12話最終回でございます。クラシックリアクションシリーズ俺が見たい部門ということでグリムガル追いかけたわけなんですけれども、あっという間でしたね。なんか気づけばメリーさんが仲間になり、気づけば絆を深め、気づけばもうサイリー鉱山でやべえことになっているという、とてつもないなんか現実基準で話が進んでいるようで、本当に気づけばこんな時間になっていたのねみたいなテンションになっております。はい、というわけで、まあ、前回デッドスポットを相手に一人で立ち向かおうとしているランタを助けに向かっているハルヒロ、もうかなりね、サイリン鉱山内はコボルトがもう大暴れしてるので、ちょっとその中でどうやってランタを救出するのか、そもそも救出できるのか、もう最後どういう風に着地するのか注目していこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さあ、ずっと黒いままだから止まったかと思ったよ。さあ、鉱山内すごいことになってるけど、ランタはとりあえず逃げれてる？え？あ。あ、想像した俺がバカだった。あー、ちょっとあの、前回までの俺を殺してください。前回までの俺をしばいてください。終わったわ。え？マジ？マジか？自力？あ、やばい、食われちゃう。マジ？え？自力で上がった？マジ言ってる？え？隠してない？ランタのこと。あら。いや、でもなんとか。お？デイモンコール。あ！悪魔、そういえば。あれしてるって言ったね。ゾディアクさん。あ、やばいやばい、2チャンネラーみたいな悪口になってる。どうする？さ、でも護送行こうとしてない？大丈夫かな？うん。なんとか見つけたいな。ちょっと護送まで行くのはちょっとでもリスキーだな。まあね、それもそうだよ。自力で這い上がってるとは思わなかったな。護送でもう隠れながらやってると思ったけど、来てない？気づいてる？やってるよね。多分ランタだよね。
やばい、気づいた。見つかった。ゾーディアック。ああ。やべえ。すごい悪口言うじゃん、ゾディアクさん。あら、やべえ、木造？どっち？あ、違う、わ、僕で目を突き刺せば、そんな右腕黄金の左だわ。ここにまで来るのか。ナイス！さあ、この限界状態の中でどうやって、うまいうまい、ナイスです。さあ、これはマジックミサイル。すごいな。ランタン乗せれば。片目潰したらクソでかいぞ、でもマジで。でけえでけえでけえ、顔潰したらでかい。ナイス！オーケーオーケー。足止め。おー、そっち。オーケー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 。なんとかなんとか、やれることだけやって機能してる。いや、片目潰したらデカすぎ、マジで。割と MVP かもしんない。夢。あら。うん、そうだよ、ツンデレ出ちゃってる。あら、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 胸が、あら、でももう言えることが安心です。あ、首がへし折れる。お願いします、ごめんなさいでした。よかったよかった、とりあえず安全圏。うわ、ランタの生命力に驚かされたな。正直、護送でどうするかって話だったと思ったから。
そうね。瞑想、休める場所がシホルもちょっと使いすぎたね。わーお、ハイト幻想のグリムがある。うわ、まだ見てない？マジ？いい加減にしろー、ほんとに。やべえ。いやー、聞いてねー。傷を負うほど強くなる？バカ力。限界地形。やばい、選択肢がない。逃げるしかないけど、逃げれるのこれ。足止め役が、剣を。うまい、閉める。締め落とす、うまい。ああ、もう託されたなら。何これ。虫、何。光。ランタ？ランタ！惚れてる？やべえじゃん。隙の糸見えない。命のやりとり。あ、見えた。目？
さすら刃を。目に。これ致命傷？まだ出る？まだ糸が続く。次だ。へし折って。倒した？嘘でしょ？目を開けたら、なんて幸せな光景。え、これ夢？これ夢？ああ、よかった。ああ、笑ってる。回収しに来てくれた？ただいま。俺の天使。ああ、よかった。戻ってこれたんだ。帰ってきたら、あ、吉川レンジ、ああ、すごいな。わお。わあ。ランタ、ツンデレランタ。不器用ランタ。おう、デッドスポットね。デートスポットではない。え、持って帰ってきたの？加工して使うんだ。へえ。多いな。なんかもうサクッと終わったね、本当に。いやー、でもこっから、え、誰倒してる。あ、誰ってあれか、義勇兵の時に説明してくれた人か。賞金、デッドスポット倒した。まあ、でもまだ何匹もいるよね。カルティベート。ああ。義勇兵の。もう、こんなんカップルじゃないですか。ああ、すごいいい笑顔。メリーさんの笑顔が。おかえり。いいね。この二人もいい！いい！いい！さて？レンジのチーム？さあ、新刊の人。すごいよね。てしかも短期撃破だからね。まあ、いい。まあ、夢が固め潰してたのがめちゃめちゃでかいんだろうけど。あ、林さんとも。もうでもトラウマを乗り越えることができたね。メリーさん。解き放たれたよ、呪縛から。レンジ。
わあ、いいのかそんなこと言って。ランタ？ランタ？オーケー。すごい世界観の話だったな。なんかもう感情がぐ、なんか行ったり来たりだったよ、本当に。マナタの墓じゃないよね、ここ。あ、マナタの墓。ここか。お、わ、いいね。最後にマナトのキャストを出すのはいいね。でも成長したよね。なんか、最初すごいみんな子供っぽかったよね。ランタとかもすごい大きくなった気がするもん。そうだよな、でも何もわからないまま。すっごいでかい毛になってる。いいね、生きている限り。また明日。いい作品だ、いい作品だ、素晴らしいっすね。はい、というわけで見終わったわけなんですけれども、なんともまあジューシーなお話でしたね、本当に。いやー、いやーっていう感じだ。なんかね、生々しいからこそ、なんか趣深いというか、アニメを見ている気はしなかったね。何かしらのドキュメンタリーを見ているかのような苦しさがあった、ひたすら。等身大から出ていかないからさ、唯一アニメっぽいなってところは、やっぱり最後なんとか春広がデッドエンドを倒したところ、デッドエンドじゃねえわ、デッドスポットを倒したところだよね。あそこの覚醒みたいなところはやっぱり主人公っぽかったし、なんかアニメっぽいなと思ったけど、それまでが本当に、いやー、なんか現実の範疇でずっと戦ってる感じがして、非常に苦しかったですね、見てて。助けてくれーと思いながら見てたよね、もう本当に。あー、リロー、やべえぞこれ、ま、大丈夫かーと思いながら、もう見てる側はひたすらこう真後で首を絞められるみたいな、必死に生きている様を見て、本当にドキュメンタリーオブグリムガルみたいな、なんか、そういうものを見せられてるような気分になりました、本当に。あ、だからこそ、やっぱりこの作品じゃなきゃ味わえない感覚っていうものはもちろんのことあるよね。
ああ、やっぱりさ、子供たちが、やっぱりこう、記憶をなくしたまま、性格そのままに知識などのところ、そこら辺も全て削ぎ落とされたまま、異世界に放り込まれたらどうなるのかみたいな、そういう実験を見ているかのようでもあったし、もうなんかさ、性格とかが固まっている赤ちゃんみたいな人たちがさ、異世界に放り込まれたらさ、やっぱりその常識もわからないしっていうところ、なんかちょっとやっぱり子供に帰っちゃってるかもしれないみたいなところとかも、含めて、リアルだし、実際やっぱりこうなったらこうなるだろうな、記憶とかもそがれて人間こうやって送り込まれたらこうなるだろうなっていうような、なんか共感とはまた違った理解できるところが非常にやっぱり現実味をなんか若干持たせてるんだよね。世界はあくまでファンタジーなのに、やっぱり出ている人たちがすごい人間だから、やっぱり見ててすごい共感とか理解とか含めて本当に深くなんか生々しく実感した肌感覚まで伝わってくるような感じだったもんね。ああ、殺した時、初めてゴブリンを殺した時のあの感覚、命のやり取りだというところ、ああ、死にそうになりながら這い上がってくる様子とかも含めてさ、やっぱりなんかすごい限界に近い感じはあるよな。やばいね。いや、やっぱり限界に近いなって思うところはあるよね、こう見てるとね。いやー、すげー、きちい、マジで。ああ、やばかった、マジで。いや、でも、なんとか無事でよかった。正直、バッドエンドあるのかなって思った。こういうアニメっていうかさ、たまにあるじゃないですか。アニメでバッドエンド見せてくるパターン。原作ではまだ進んでいるけど、アニメではとりあえずバッドエンドで終わらすみたいなパターンあったりなかったりもするじゃないですか。そういう原作改編的なものが来るかなと思ったけど、よかった。でも生きててべ、みんなこれから行こう。生きている限り、道はあるんだ、進めるんだっていうところ。ああ、このさ、葛藤とかもすごい、なんかもう身につまされるというかさ、どこかやっぱり現代を彷彿させるというかさ、いや、来るんですよ、やっぱり、現実の人間にも刺してくるこの悩み。なんかさ、やっぱりさ、やってることはファンタジーで、なんかカリーとかやってるところを見ると、やっぱりどこかやっぱり遠い世界の話なのかなって思うけど、悩みに関しては現代にもすごい当てはまるじゃないですか。リーダーがいなくて、じゃあリーダーを任されて、じゃあ自分はどういう風に周りを束ねていったらいいんだ、僕はでもあんな、やっぱり尊敬するあいつのようにはできない、どうしたらいいんだみたいな、そういう葛藤とかも含めて、いや、もうなんかこう、うわぁ、春広、なんか、この何もわからない状態で、そんな課題まで持たされて、みたいなことを思ったりとか、いや、いろいろと考えるところもあったし、なんかこう、メリーさんが出てきて、またパーティーが変わって、新しい環境になった時にどういう風に扱うんだっていうところをさ、普通だったら多分1話で解決するんですよ、メリーさんとの話は。でも2話3話使って、丁寧にメリーさんとの関係性を描いていくことによって、なんかこう、またやっぱり最後に笑って、春広とこう、やっぱり一緒にこう、会えてよかったみたいな感じになるところとかも、すごいなんかもう感慨深くなるわけじゃないですか。一つ一つにね、なんか、手抜きなしって感じがすごいね、この作品は、本当に。まあ一つとっても、やっぱりどこか、やっぱり作り物ではない何かを見せられてるような気持ちになる、すごい不思議な気分になる作品でしたね。はい、というわけで、いやー、これはでも見てよかったかもしれない、すごい、いやー、よかったです、本当に。いや、でもなんとかデッドスポットも倒せてよかったですね。なんかそこら辺もすごいよかったな。なんか結構かかってデッドスポット倒せず終わるのかなって思ったけど、春広の覚醒で終わるっていうところはね、すごい気持ちがよく終われてすごいよかったなっていうところがありますので、はい、というわけで、まあ2期あるなら2期をちょっと楽しみに待つのかどうなのかっていうところで微妙なところではあるんですけれども、まあそもそも2期が来るのかどうなのか、やっぱりこの手の作品ってやっぱり時間が経てば経つほど2期がね、やっぱり厳しいのかなっていう風になつから、なんか寂しいなと思う反面、2期がいつか来てほしいなと思いながら、まあちょっと待ちつつ、いろいろとこれから先またアニメを楽しんでいく。なんかでもアニメを見ていく中でこれを見てきたという経験値は割とでかいんじゃないかなっていう風にも思っております。はい、というわけで、とりあえず今回はこんな感じで終わりましょう。はい、というわけで、クラシックリアクションシリーズ俺が見たい部門ということで、ハイト幻想のグリムガル、投稿しましたけれども、次回作もう決まっております、問題児たちが異世界から来るそうですよを、この次の枠として見ていこうと思いますので、ぜひとも興味がある方は注目していただきたいし、もしね、まだメンバー登録をしていない方は、これが一般公開されている頃には、もうメンバーの方は、問題児たちが異世界から来るそうですよは、もう見れてると思いますので、ぜひとも見ていただきたいなというふうに思います。もう告知も出してると思うんでね、ぜひとも興味ある方は、チェックしていただけたらなと思います。はい、というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、ハイト幻想のグリムガル第12話でした。バイバイ。